福島県立医科大学。第二次世界大戦において、日本軍の選挙区が厳しさを増していく1944年、昭和19年、徴兵や勤労動員によって学校から姿を消した男子学生に代わって、男子専門職を代行内者補助できる女子を養成する必要から、女子専門学校教育刷新が政府より出された。医療部門でも人不足は、 例外ではなく、とりわけ、福島県では元より医師が不足していい。当時の県内町村の下半が無一区であり、人口1万人あたりの医師数も4名ほどで、全国平均の7.2名を下回っていた。このため、福島県会は1942年、昭和17年の段階から、医学専門学校の設置を検討していた。設置認可を受けるには、不足した要件もあったが、 付属病院に関しては、公立福島病院組合会が、同病院の家の寄付を決定し、建設費300万円も、県内有志からの寄付を募った。また、初代校長として、東北帝国大学医学部長の八木誠一が、昌平に応じた。福島県立女子医学専門学校設立申請は1944年。 昭和19年1月9日の見解にて可決し、即日文部省に送付された。翌10日に認可を受け、3月5日に福島、仙台、東京で入学試験が実施された。応募者1,180名は学科試験、身体検査、高等諮問により選抜され、151名が4月20日の入学を迎えた。1945年、 日本のポツダム宣言受諾後、GHQ による占領政策の下、医学教育についても改革が及んだ。終了期間4年間の遺跡では、自然科学、人文社会科学の基礎的素養にかける意思しか、要請でないとして、これらを充実するか、あるいは満たせない場合には、廃校とする方針が打ち出された。県会でも、県立女子遺跡の存廃が議論され、 せっかく創設したのだから残すべき、外地の医師が復員したら医師が、飽和状態になるのではないかなどの意見が出されている。1946年に行われた中央による視察では、募集定員の削減を求められた者の組織については、存続を認められた。だが、翌年百四十七年にかけて発表された、中央の各種政策の中で、全国の遺線を、 AB にランク分けし、B ライク遺線については廃止することが明らかとなり、福島女子遺線は、厚生専門学校、看護、保健主体の教育機関になるとの情報もあった。医科大学としての存続を望んだ在籍学生、教職員は、1946年、昭和21年末に、大学昇格運動本部を設け、陳情を受けた見解も、緊急決議案を、 全会一致で採択し、県、自治体、商工会関係者らでなる、以下大学設立規制同盟会が発足した。こうした運動の結果、1947年、昭和22年6月13日、旧政福島県立以下大学予科の設置が認可された。この日は、本学の開学記念日となっている。予科は設置されたが、学部開設には、 再審査が必要であったため、県会の協力のもと文部省指定の大学企画を満たすように設備拡充が行われた。当時の所在地である杉野目町では、県から土地が寄付され、福島市役所跡地も利用し、研究室、行動、付属病棟が建設された。こうしたかって1950年、昭和25年に、旧制福島県立医科大学の学部正式に、 認可され、全国最後の旧正大学となった。県営政部から看護婦養成所、高等厚生学院も移管された。一方、1949年、昭和24年にはすでに国立学校設置法が制定され、国立大学は順次新生大学へ移行していた。公立の本学も1952年、昭和27年に新生大学認可 1955年、昭和30年に6年生大学としての進学家庭設置が認可され、さらに1961年、昭和36年には大学院が併設された。こうして1950年代には新生大学研究機関としての本学の内容が整えていった。1960年代は、 全国各地の大学で学生運動が激化するとともに、とりわけ医学部ではインターン制度への反対活動が一体となって、教育現場は混乱を極めていた。本学も例外ではなく、1964年、昭和39年には学生会によるインターン委員会が作られ、デモ活動などを通して抗議姿勢が示された。全国青年医師連合とつながりのある強硬派の 中からは、1966年、昭和41年春の医師国家試験を集団ボイコットする者も,も現れた。1968年、昭和43年の医師法改正によるインターン廃止後も、学生会を中心とした全教頭結成など、運動はやむことがなく、秘密主義撤廃、一部の教授の体感などを求めて、教授会との対立が続いた。 1969年、昭和44年の授業放棄、付属病院ストとそれに伴う付属病院への機動隊突入により緊張は頂点に達し、これ以降は学生、教職員の処分などで事態は収束へと向かったが、教育、研究、診療機能の著しい停滞とともに、後々まで過言を残す事件となった。旧キャンパスは、福島市、 次の目町に百9 5 2年、昭和27年竣工以来、20年以上にわたり、築地増改築を繰り返していた。このため、施設構造が複雑化、老朽化し、また図書館、体育館、各種研究所などの設置面積も狭く不便を強いられるようになった。1978年、昭和53年、県と大学の代表者からなる、 福島県立以下大学建設委員会が発足。将来的な拡張可能性、地下負担を考慮し、ニュータウン開発が進む、市南部の放来団地に隣接した光が丘に、新安パスの移転を決定した。1984年、昭和59年機構の建設工事は、1988年、昭和63年に完成を迎えた。1998年、 平成10年、それまでの付属看護学校を発展的解消し、新たに看護学部が設置された。短海科大学が看護学部を設置する例としては、日本初となるものである。2002年、平成14年からは、大学院看護学研究科が合わせて新設された。2006年、平成18年の公立大学法人移行後は、 総合科学教育研究センター、医療人育成、支援センター、トランスレーショナルリサーチセンターの3機関を設置すると、ともに医療人育成を図る文化省プログラム、口実に取り組み、また東北発のドクターヘリ自主運用を開始するなど、医師不足が深刻化する福島県の医療環境の強化を目指すとしている。キャンパスは、 福島県福島市光が丘一番地に所在し、この住所に医学部、看護学部、大学院、付属病院などの全施設が集まっている。1988年、昭和63年に、杉の目町の旧キャンパスから移転したものである。本学のために開発された小高い給料で、東大学の住所である一番地及び看護資料と、託児所のある十番地しか番地が存在しない。 最寄り鉄道駅は JR 東日本東北本線近谷川駅だが、掛けアクセス利用が支便。開学20周年の1971年、昭和46年に公募から選定されたは、福島県の県下である八重白山尺投げ、根元尺投げを図案化したものであり、4枚の葉と5枚の花びら、中央に命の字がレイアウトされている。 後期では中央にこの交渉が配置され、ダークグリーンの地に白抜きで描かれる。白は冷静な頭脳を持つ医学生の本文を、緑は医者としての温かい心と医療職における安全への配慮を表している。大学科は三好工作局捜査根作誌による光の鳥で1984年昭和59年に制定された。 2008年、平成20年は現キャンパス移転20周年、看護学部設置10周年、完全法人化記念の年となるため、アニバーサリー2008と称し、新たなシンボルマークを公募。旧来の交渉とは別に、アルファベットの貝と桜の花を図案化したものが、イメージデザインマークとして制定された。2009年4月より、講座の名称が変更になった。 総合科学部門、生命科学部門、基礎看護学部門、生態看護学部門、家族看護学部門、ケアシステム開発部門、応用看護学部門。2004年、平成16年、文部科学省、現代的教育ニーズ取り組み支援プログラムに、本学からは、地域連携が大学教育の試みが採択された。また、2005年、 平成17年には文部科学省地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラムに本学からホームステイ型大学教育プログラムが採択されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。